おはようございます。朝でございます。ですね、今6時半でございまして、最近ね、日の出がちょっと遅くなりまして、前でしたら6時半ぐらいだったらもっと明るかったんですけどね。さて、こっからブルージュの見どころをいろいろ見ていきましょうか。よろしくお願いいたします。どうもお世話でございます。そしたらブルージュ観光に出かけましょうか。よろしくお願いします。観光というか散歩ですよね。朝なんで誰もいないんでしょうから、昨日行った鐘楼とか、あとは教会とか大聖堂とか、その辺をうろちょろしていきましょう。よろしくお願いします。はい、おっさんでございます。外へ出てきました。まずはね、ホテルから一番近い鐘楼から行きましょうか。よろしくお願いいたします。鐘楼はね、昨日おっさんが飲んだ場所でございまして、そこを見に行きましょうか。昨日はね、人いっぱいだったんで、今日はちょっと空いてればいいんですけども、楽しみでございます。出てみましょう。朝なんでね、さすがにおるのはカラスぐらいですかね。鐘楼はあそこなんで、あそこめがけていきますよ。いやー、昨日はあれですね、人が多かったですね。なかなかさ、あのブリュッセルおっさんが行った時は6月だったんで、6月ですよね、6月だったんで、まだね、バカンスとか夏休みとかなかったんで、そんな人でもなかったんですけども、今はちょうど夏休みのど真ん中ですからね。もう、いや、ど真ん中じゃないな、もう夏休みが終わる頃ですかね。8月の16日15日でございます。何これ何これ、気になるアイテムが落ちてたよ。ゲントとブルージュをワンセットで観光しようと思って来ましたけど、別々に分けた方がいろいろ見れたかもしれないな。お、ゴミ収集車、朝からお疲れ様です。お掃除してるわ。バーの掃除も朝からやってますよ。はい、開けたとこ来ました。ゴミ収集車の音がすごいうるさいね。はい、マルクト広場へ来ました。こんな感じですね。朝はさすがに人はいません。おっさんが昨日行ったカフェはあの辺にありますよ。こちらがブルージュの鐘楼ですね。これもね、登れるんですよ。だけどさすがにね、昨日は登る元気ありませんでしたので、また今度遊びに来ましょうかね。で、目の前に建物があります。ヨーロッパのね、大きな都市にはだいたいこんな感じで像が立ってあって、広場になってますよね。よし、じゃあ次行きましょう。こちらにビールミュージアムがありますね。こちらは中見学、チケット買って見学と、あと何杯、3杯だったかな、3杯ぐらいビールが飲めるチケットが一緒になって、12だったかな、18だったかな、またちゃんとした値段上げときます。こちらでございます。ビールミュージアムがここにあります。マルクト広場の横でございます。よかったらどうぞ。次のね、目的地に歩いているとこういう門を見かけましたよ。プロパトリアっていうのかな。さすがに人がいないからさ、めっちゃ静かです。一人だけね、あの掃除してる方がいらっしゃいますけど、お疲れ様でございます。いやね、実はあの天気予報ではさ、今日は雨だったんですよね。だけどちょっと晴れ間見えてますよね。今日一日は晴れるのかな。で、明日天気予報見たらまた雷雨になってましたから、明日はちゃんと雨と雷が来るんでしょうか。この辺もね、カフェがいっぱいありますね。あと向こう側に大きな教会があります。次の目的地はその教会でございます。なかなかさ、建物の入り口にああいう人の像を飾ってるとこって日本じゃあまりないですよね。で、横から見上げた教会でございます。なかなかさ、道に沿って見上げると何も見えなくなるな。
はい、目的地の教会にやってまいりました。でかいですよね。結構近くから見上げてるんですけども、こんな感じでございます。こちらはですね、シント・サルバドール教会といいます。こんな感じで入り口には2つの像が飾られてあります。誰なんだろうな、さすがにおっさんも調べてないですけどシント・サルバトール教会の横、路地を抜けていきます。次の目的地もこの近くにあるんですよね。もう開けたところ出ましたね。こちらがね、先ほど撮りました教会の裏側でございます。サルバトール教会の裏側がこんな感じです。それでおっさんの次の目的地はこちらでございます。あの正面に見えるでかい建物でございます。ヨーロッパのホテルはさ、一つ一つとってもおしゃれですよね。こちらのホテルもそうですし、こちらのホテルもなかなか味があるね。おっさんの泊まってるホテルも大概味あるけど、ブルージュに来るのは十何年ぶりぐらいなんですけども、全然道覚えてないですねさすがに Google マップ先生がないと。昔来た時はさすがにさ、スマホとかなかったんで Google マップ先生ではなく、何で来たんだっけな、地球の歩き方だったかな、あちらで探してきました。はい、見えてきました。次の目的地がこちらですね。こちらでございます。こちら裏側ですね。こんな感じです。裏側なんですけど、めっちゃ高えなこれこっち側にはバス停もあってカフェもある感じですね。ビストロマリエ。高い高いよ。で、教会の前にはこちらの像、ところどころヨーロッパは像がありますよね。で、裏側へ行くといろんな西洋建築がありますよね。こちらは聖母聖堂で、降りてきてバス停があるって感じですかね。この辺は道が広いんですよね。いや、実はですね、ヨーロッパ気温寒暖差結構ありまして、朝ね、おさん長袖着てるんですけども、昨日半袖だったじゃないですか。昨日はね、気温が30度ぐらいあったんですよ。今はね18度ですね。めっちゃ寒いわ朝は。日本もこれぐらいの寒暖差になるんですかね。聖母聖堂の横側といったらかな、裏側になるのかな。まあ下は道路工事やってますけど。で、この通りもね、チョコレート屋さんが結構あります。チョコレート屋さんにクッキーとかワッフル、あそこにレオニーダスがありますね。完全にお土産屋さんばっかりやんけお土産屋さんばっかりはい、聖母教会からしばらく歩いてきました。こちらがダイヤモンドミュージアムって書いてあるんで、ダイヤモンドのミュージアムなんでしょうね。こちらでございます。ミュージアムの横にね、こちら日本食の店があるんですよね。たぬきさん、たぬきさんはいろんなとこにありますよね。ダイヤモンドミュージアムは10時半から17時半までやってるみたいですね。よかったらどうぞ。おっさんダイヤモンド興味ないんでパス。こちらダイヤモンドミュージアムの横側ですね。それを抜けて次の目的地はこちらでございます。こちらを抜けて歩いていきましょう。目的地にね、向かって歩いてきました。こんな感じですね。これブルージュの建物はすごいな。ゲントはさ、あの鐘楼から見たと思うんですけども、結構近代的な建物が多かったんですけども、こちらあまり見かけませんね。あまりっていうかほぼないんじゃないかな。レンガ造りの家がいっぱいありますぞ。ありますぞやで。ビストログリル。ここまででも歩いてくるの結構大変なんですよね、おっさんが泊まってるホテルから。で、ここはあれなんですかね、馬の水飲み場なんですかね。こんな感じになってます面白い顔してるねこっちもあるのか。あ、こっちは水出てますね、ちゃんとね。こんな感じです。馬の水飲み場かな。結構ね、馬通ってますからね。で、馬の水飲み場を抜けるとこちら側ですね。お、朝からダックどもがいっぱいおるわ。ダックどもがここでカモ飼ってるんですかね。結構カモが
いますよ。はい、目的地に到着でございます。こちらですね。こちらなんですけど、ブルージュのベギン会修道院って書いてますね。また詳しい内容はウィキペディアかなんかで調べてあげておきます。こちらも中見学できるっぽいんですけど、さすがに朝のまだ7時ですからね、見学は無理ですよ。中入れそうな感じはあるけど、入ったらまずそうな感じもするんだよなはい、朝の散歩は終了でございます。こちら修道院ですね。こちらから失礼いたします。そうしましたらね、時間もいい感じでございますので、ホテルに戻って朝食食べに行きましょうか。よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。